ラジ歴世界遺産の旅行くぜ33カ国。この番組はラジ歴の2人が現在登録されている世界文化遺産を国ごとに紹介する番組です。世界遺産の魅力とその歴史的意義とともに紹介します。まあほとんどの世界遺産リートンもソッシーも行ったことも見たこともないんだけどね。はい、ということでいよいよ我々はヨーロッパの大地を飛び立ち、はい、大西洋を越えてアメリカ東部にやってまいりましたということでね、まあ、前回まで、ヨーロッパの各地、まあ、最後ロシア、はい、行きましたけれども、まあ、ロシアについてはねほとんど西部、はい、もうモスクワとサンクトペテルブルクの紹介でしたので、はい、あくまでも、まあ、西欧社会というかヨーロッパ社会の一部として、はい、まあ、ロシアをご紹介したということになっておりますが、今回いよいよですね、はい、そのヨーロッパ大陸旧大陸を飛び出し、うん、我々は希望の船に乗り、はい、このアメリカ自由の国にやってきたということになります、うん、はい。そんなアメリカですけれども、まずは恒例世界遺産の数をおさらいしていきたいなと思います。文化遺産の数がまず11個、はい。自然遺産がですね12個なので1つ、まあ、自然遺産の方が多いという状況ですね。そして今後遺産が1つということで合計24個ということですが、はい、まあ、やっぱりねアメリカ、ヨーロッパと比べたら歴史がまあ250年ぐらいしかないと、はい、としてねできてとか、まあ、植民地時代からね、うん、東部13州の植民地ができたあたりから数えたとしても、まあ、せいぜい400年弱というような時代間、うん、のわけですから、はい、まあ、どうしても文化遺産という数は非常に少ないですけれども、うん、まあ、皆さんご承知の通り、アメリカ合衆国というのは北米大陸の半分ぐらいを、ね、うん、占めているということもあり、はい、まあ、グランドキャニオンとか、そういった自然遺産っていうのは、ね、うん、非常に数が多いということで、はい、前回の、ね、ロシアが自然遺産11個に対して、はい、アメリカ1つ多い12個ということになっており、うん、はい、非常に、まあ自然遺産の数の方が、うん、目立つ国ではありますが、はい、それでもね文化遺産でも11個あるということで、うん、その歴史の浅いアメリカから2つ、はい、今日はねご紹介をしたいと思います。はい、行きましょう。1つ目、はい、まあ、こちらもね、まあ、早めにもこれはもう紹介しておこうということで、はいはい、自由の女神像、うん、でね、ニューヨーク、はい、マンハッタンの南西の海上、うん、リバーティ島に立つ自由の女神、はい、まあ、これはね、うん、これはもう幼稚園児でも知ってるぐらいのねそうです、もので、逆に、はい、うん、あ、これ世界遺産になってるんだ、うんうんうん、っていう風に思われた方もいらっしゃるかもしれませんね、はい、まあ、彫像ですが、まあ、不動産、まあ、これどうあがいても動かしようがない大きさですので、もともとフランスから持ってきたという歴史の流れをご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、登録年1984年、うん、登録基準は2つ、はい、1つ目、傑作、あ、まあ、やっぱりまあこれは一つね、はい、みんな普遍的に何かこの自由の女神像を見て、うん、なんかあすごいな、僕はお台場にある自由の女神像を見た時ですら、はい、なんかいいなって思っちゃうわけです、うんうん、で、あとは6つ目の普遍的価値、うんうんうん、やっぱこのやっぱ自由の女神像というものの浸透性というかね、はい、まあ、これが非常にあるわけですが、もともと自由の女神像どこからのプレゼントかというのは知ってますか？これフランスでしたよね。フランスが、アメリカ独立の100年を記念して、はい、そこから呼びかけて作って最終的に1886年、はい、まあ、アメリカの独立宣言から110年、うん、その10月28日ですかね、はい、それにアメリカ合衆国独立100周年を祝ってということで、うん、除幕式が行われ、うん、フランスから送られたものということですが、うん、はい、正式名称、お、自由の女神じゃないんですか？自由の女神正式名称、はい、というのはリバティエンライトニングザワールド、おお、ということで、世界を照らす自由、はい、どこを、ね、照らしているのかって言ったら別にアメリカだけを照らしてるんじゃなくて、うん、The World、 なるほど、世界の照らしているんだと、リバティ、うんうんうん、いうことで19世紀における鉄鋼技術の最高傑作ということで、高さ、うん、台座を含め
台座がね、あるんですけれども、はい、台座を含めて高さ93メートル。うん、あ、はい。めちゃくちゃ大きい。台座を除くと、うん、象の頭の部分までが34メートルぐらい。で、高く右腕を、うんうんうん、ね、はい、上に上げ、はい、そしてそこにトーチ、うん、松明があるので、はいはい、台座からトーチ、松明までの高さはね、46メートルということで、うん、半分ぐらい台座なんですけども、非常に大きな、うん、ものとなっております、うん、総重量225トン、うん、ね、女性に体重なんてみたいなそうですよ、うん、感じですが225トンもあり、はい、これどうやって持っていくのと、フランスからアメリカにと、そうか、いうことで、うん、アメリカ、あのフランスではですね、はい、仮組だけしておいて、それを持ってたと、うんうんうん、いうことを分けてね、持っていった、はい、ということになっております。そして、現地で組み立てをして、うん、出来上がったということですが、はい、右手こちら松明、はい、まさにエンライトニングしているわけですが、うん、他にも意味あるものがたくさんあります。他に自由の女神、左手、うん、何か抱えてますね。あ、なんか本持ってたりする感じですね。これは1776年7月4日、はい、独立宣言書、おお、これね、ローマ数字で1776年7月4日と記載されていて、はい、うん、まあ、独立宣言書を抱えている、うんうんうん、アメリカの独立を祝うものですから、はい、そして何か冠をかぶってますね、この女神像、そうですね、うん、この女神像7つ、はい、その冠トゲがついてるんですが、はい、7つの突起、うん、これは7つの大陸と7つの海に自由を広げる、まさにザ・ワールド、地球の大陸の数ですね、すべてを表してるわけです。なるほど。地球7大陸に分けると、まあ、ユーラシアを2つに分けて、うん、アジアとヨーロッパ、うん、そしてアメリカも南北に分けて、うん、パナマ地球で分かれてるというふうにして、うん、北と南なので、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、アメリカ、北アメリカ、はい、南アメリカ、はい、オセアニア、うん、南極、まあ、これでね7つの、はい、世界に、そして、いやいやいや、7つの海にもすべて届ける光をという意味を持っているというのが自由の女神像ということになっており、まあ、アメリカだけじゃなく、うん、世界の、ね、自由主義連合にとっての、はい、非常に象徴的なものとなっております、うん、そしてまた、足元ですね、こちらも、うん、足、奴隷制と専制政治を象徴する鎖を踏みつけているということになっており、まさに自由、うんうんうん、自由を世界に照らしていると。なるほど。ということで、こちらに225トンという重さ、先ほど申し上げましたが、これだけ重たいものをどういうふうに、はい、組み合わせてつけるのか、作るのか、はい、強度を維持するのか、うん、まあ、会場にあるので、ね、風とかにも負けないようにどうするのかというところについても、19世紀最高の技術が全て、はい、使われているということで、はい、まさに傑作の名にふさわしい、自由の女神像というものとなっております、うん、はい、そしてもう一つ紹介したいのが、今、はい、ご紹介しました左手に自由の女神が抱えております、うん、独立宣言書、はい、こちら、うん、フィラデルフィアの、はい、フィラデルフィアっていうのはアメリカのニューヨークとワシントン、うん、ニューヨークとワシントンの直線距離が、まあ、京都と東京の直線距離と同じぐらいの360キロとか370キロぐらいなんですけれども、うん、まあ、そのちょうど真ん中より若干ニューヨーク寄りに、フィラデルフィアという都市があります、うんうんうん、このフィラデルフィアという都市、我々日本人には馴染みが、ね、薄いかもしれませんが、うん、アメリカ、はい、首都といったらワシントン DC ですが、うん、その前まで、はい、1790年から1800年の10年間、はい、このフィラデルフィアがアメリカの首都でありましたし、今先ほど申し上げた独立宣言書、うん、はい、これを起草してみんなで採択、はい、うん、これぞ我々の宣言だと、はい、いうことを、やったのがですね、今もこのフィラデルフィアに独立記念館として残っております、はい、なるほど、うん、この独立記念館、うん、そんなの知らないよと、いう方も多いと思うんですが、うん、この独立記念館登録基準はですね、はい、普遍的価値だけでの登録、うん、これね非常に珍しいんですよ。あ、なるほど。普遍的価値だけで登録されるのは、うん、まあ、はい、実はそんなに珍しくなくて、うん、
それだけで登録されてるの、例えば、はい、ヨーロッパ大陸でご紹介したアウシュビッツ、はい、ポーランドの、ね、はい、アウシュビッツはこれは普遍的価値だけで登録されてますし、はいはい、日本の広島原爆ドーム、うん、これも普遍的価値だけで登録されてるんですが、はい、大体普遍的価値で登録されてる場合は、うん、だけで登録されてる場合って、はい、負の遺産のことが多いんですね。なるほど。普通普遍的価値もついてくると、さっきの自由の女神像と同じように、うん、傑作とか、はい、他のものも必ず関わってくるんですよ、うん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 、明るいから、はい、ポジティブな意味、うん、ネガティブだと、はい、大した建築物としての価値はないんだけど、うん、意味がある、うん、アウシュビッツとかね、別に建築様式が、うん、いいとか悪いとか芸術的に優れてる優れてないとかじゃない、原爆ドームとかもそうだね、うん、だけど残ってるそれ自体に価値がある、はい、うん、だから大体普遍的価値だけで登録される負の遺産っていうのは、はい、ネガティブなものっていうのは多いんだけど、うん、珍しく独立記念館ってポジティブじゃん。そうですね、まあ、イギリスから見たらね、うん、あの独立しやがってっていうことであのポジティブじゃないかもしれない。確かに、うん、まあ、あの独立このね独立記念館中心のフィラデルフィアっていうところでは、うん、まあ、やっぱり、はい、アメリカ合衆国その初めて成文憲法を作って、うん、主権在民、はい、民衆によるね国家を作っていくんだと、うん、もちろん奴隷制とかいろんなその独立当初はいろんなその矛盾を抱えながらではあるけれども、うん、はい、人間のその非常に普遍的な象徴であるフランス革命よりね遡ること十数年前、はい、うんうんうん、13年前ですな、はい、で、あのフランス人権宣言より、はい、その前にアメリカが、うん、こう近代現代社会につながっていく独立宣言をした場所ということで、うん、建物自体はまあね、うん、あの皆さんも写真で見たりとか、はい、あのすると見ての通り大したことない建物なんですよ、うんうんうん、そんなこと言ったら怒られちゃう。まあでもね、独立記念館って聞いて想像するよりもちょっとなんかね、まあ思ったほど大きくなかったりとか、大きくないし別に傑作って感じは全くしませんよね、うん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 、と、はい、いうことで、まあ、普遍的価値だけでの登録ということになるわけです、はい、これがフランスの場合ですとね、やっぱり、あの、はい、傑作もついてきちゃったりとか、うんうんうん、しちゃうわけですが、うん、当時この独立記念館っていうのが1730年とかにできた、まあ、はい、普通の建造物で、うん、しかも作った人が、はい、設計家が、はい、アマチュアだったと。いうこともあり、うん、まあ、まあ、やっぱりね、あの、なんかディスるようで申し訳ないんですけど、傑作ではないと、はい、いうものなんですが、はい、ただし、僕らもみんな知っているあるものに、はい、この独立記念館、うん、書かれてるんです。書かれている。書かれている。うん、ふんふん、みんな知ってる、むしろみんな大好き、え、嫌いな人いないこれ、うん、多分書かれている、書かれてる、なんか作品の中に書かれているってことですか。100ドル札なのよ。おお、大好きじゃないですか、ね、はいはいはい、これ表面の顔、うん、みんなベンチャミン・フランクリンの顔ばっか、うんうんうん、顔ばっかね、みんなね、はい、そんなね、人は顔じゃない、お金もね顔じゃないとって思いながらもやっぱりベンジャミン・フランクリンさんを見ると、うん、100ドル札ありがてえ、ありがてえって思うわけですよ、はい、今ね1万円よりも価値ありますからね、100ドル札ってのはありますよ、ね、今このね2023年現在円安で、はい、まあ、135円から140円台をね、うん、こう行くというような感じですから、うん、まあ、1万円よりも価値のあるみんな大好き100ドル札、はい、こちらの裏側、はい、こちらの、ね、裏側に実は独立記念館が書かれて、うん、描かれてるんです。もしお手元にね、海外旅行とか行く際に100ドル札手元に用意した時には、うん、ぜひ裏側を見てください。独立記念館書かれてるんです、はい、うん、ちなみにホワイトハウスは20ドル札に書かれていて、うん、で50ドル札が連邦議会議事堂なので、あ、まあ、この、うんうん、アメリカの優先順位がよくわかりますよね。わかりますね。では大統領よりも連邦議会だ、うん、そして連邦議会よりも独立記念館だ、うん、なるほど、いうこと。ちなみに、うん、独立記念館で署名された独立宣言、はい、さっきね、はい、自由の女神像の左手に抱えられてた独立宣言、うん、はい、こちらの署名の図、はい、これは実は2ドル札、2ドル札がその署名の起草者として中心人物だった、はい、トマス・ジェファーソン、はい、この人が2ドル札のお顔になっているので、うんうん、この人にちなんで裏側が独立宣言の署名の図となっているということで、うん、なるほど、この独立記念館絡みが
はい、実はさっきの自由の女神像も2ドル札も100ドル札に影響する、うん、関わってるということで、いやいやいや、まあ、普遍的価値というものについてね、うん、非常に感じていただけたんじゃないかなと思います、はいはい、最後にこの独立記念館で、起草されたアメリカの独立宣言、はい、なぜこれが普遍的価値があるのかというところをね、おさらいをして終わりたいと思います、はい、独立宣言1776年7月4日13のアメリカ連合諸州による全会一致でこう宣言されています。我々は次のことが自明の真理であると信ずる。すべての人は平等に作られ、造化の神創造神によって一定の譲ることのできない権利が与えられていること。その中には生命、自由、そして幸福の追求が含まれていること。これらの権利を確保するために人類の間に政府が作られ、その正当な権力は非支配者の同意に基づかなければならないことと。これね、独立宣言の一部の抜粋、はい、冒頭の抜粋ですけれども、今に至る我々ね、日本国憲法にもつながる政府って何なんだ、主権って何だ、人類って何なんだ、うん、人間の権利、はい、自由とは、うん、ということがね、このアメリカ独立宣言起草されているということで、はい、今回、自由の女神像と独立記念館を紹介しました。北米他にもね、カナダにもあるんですが、どちらもまあアメリカもカナダもちょっと似たようなものが、多いですし、自然遺産が中心ということもありますので、早々に北米はこれで終わりとして、まあ前回までのヨーロッパと今回のアメリカ加えて、欧米、はい、こちらについてね、今回で終了ということで、この後ますますなんかやっぱ世界遺産って感じがしてくる。やっぱね、世界遺産ってさ、やっぱ紀元前とかの人工建築物とかがいいじゃない、はい、そうですよ。ということで、中南米、はい、アフリカ、中近東、インド、ASEAN、東アジア、日本へとつながっていく旅に引き続きやっていきたいと思います、はい、次回、中南米メキシコから世界遺産旅。